視聴ありがとうございます。ストローキー大塚です。マジックのクリーチャーには様々なタイプがあります。それぞれタイプによっていろいろな特徴があるんですけれども、特に強力な部族、ゴブリンだったりエルフとかもうそれだけでデッキが組めてしまうくらいですね。そんないろいろタイプがあるクリーチャーなんですけれども、マジック界で一番存在しているクリーチャータイプって一体何なんだろうって皆さん一度はちょっと気になったことあるんじゃないかなと思います。マジック史上最も多いクリーチャータイプトップ5をご紹介したいと思います。ではまず5位から発表したいと思います。第5位はスピリットです。スピリットは精霊とか幽霊とかそういったイメージの部族になりますね。特定の色に多いというのはあまりなくて、全ての色にまんべんなく存在しています。最初のスピリットはアルファ版の鬼火や冥界の影など、これらは最初スピリットという部族ではなかったんですけども、後にクリーチャータイプが変更されてスピリットに分類されました。神川ブロックの際にスポットライトが当てられて多くのスピリットが収録されました。それまでは55体しかいなかったものが、神川ブロックだけでなんと169体ものスピリットが追加されることになりました。その後もたびたび収録されて現在ではなんと463体。スピリットの特徴としてはやはり霊的なものらしく、飛行を持っていたり触れられないためブロックされないといった能力を持っていることが多いですね。またトリッキーな能力を持っていることも多くて、相手を金縛り状態にしたり呪文を打ち消したりなど、もう本当に相手にすると厄介な部族です。構築ではプロツアー闇の流星のスタンダードでエスパーカラーのスピリットデッキがプロツアートップ8に2人も入賞したり、現在のモダンではバントスピリットという妨害しながら飛行クリーチャーを中心に攻めるデッキが活躍しています。続いて第4位は兵士です。部族というよりは職業なんですけれども、戦争で前線に立つ戦闘に出り、まさに戦いのイメージにふさわしいクリーチャータイプがランクインしました。団結して戦うイメージ通り白を中心に収録されています。兵士といえば戦闘のプロということもあり、先制攻撃や二段攻撃を持っていたり、相手をタップさせたりとクリーチャー同士の戦闘を有利にする能力を多く持っています。また隊長や団長名を持っているクリーチャーは全体強化や新たな効果を付与するような指揮官的能力を持っています。有名な兵士ではスレーベンの守護者サリアなどがいますね。兵士の数は総勢658体、もうこれだけで小さな軍団が作れそうな数がありますね。昔は長い間最も多いクリーチャータイプだったようですが、現在はクリーチャータイプの再編などもあり4位に落ち着いています。続いて3位と2位はなんと同数、ウィザードと戦士です。それぞれ708体もの数が存在します。まずは戦士から紹介していきます。兵士と戦士ちょっと似ていますが、厳密には兵士は軍隊に所属して指揮官の命令のもと団結して戦うのに対して、戦士は命令ではなく個人で戦うという違いがあります。戦士は戦いや血を好む赤に多く存在して、能力としては兵士と違って全体を強化するものよりも個人を強化するようなものが多いです。ここも能力が物を言うというイメージですね。人間やゴブリン、エルフなど多くの種族にまたがって存在するクリーチャータイプになります。次にウィザードは魔法の扱いに長けるものです。兵士や戦士が戦闘向きの能力を持つのに対して、ウィザードはドローしたり戦闘せずにダメージを飛ばしたり、主に戦闘目的よりもその能力目当てで使われます。色としては青に最も多く存在しますが、全色にまんべんなく存在するクリーチャータイプですね。またウィザーズをコントロールしているとマナコストが軽くなる呪文なども存在します。まさに魔法を扱うというマジックの世界観にふさわしいクリーチャータイプですね。その反面パワーとタフネスは低めに設定されていることが多く、殴り合いの盤面では不利になることも多いです。しかしそれ以上に戦闘以外で有利になる能力が多いので、初心者の頃に上級者が使うトリッキーな効果に翻弄されて苦い思いをしたことがあるプレイヤーも多いのではないでしょうか。特にモダン、レガシー、ヴィンテージになるとカードアドバンテージをもたらすウィザードのようなクリーチャーは重宝されます。ウィザードはファンも多く、ある意味目の敵にしている人も多いクリーチャータイプとも言えますね。さあ、そしてマジック史上最も多いクリーチャータイプトップ5、第1位は人間です。クリーチャータイプが今よりも緩く設定されていた頃は、人間は職業、それ以外は種族をクリーチャータイプとして設定していました。しかしエルフでもあり兵士でもあったり、人間以外で職業を持つクリーチャーに対する扱いに整合性がなく、それ以前に職業のみのクリーチャータイプしか持たなかったものは人間に分類されるようになりました。前職に存在しますが、
後ろに最も多く、その能力も色に合わせて万能に持ち合わせています。そして収録枚数はなんと2265枚、2位以下をぶっちぎりで引き離すことの数が存在します。部族としてのポテンシャルも高く、無断では人間デッキが部族デッキの中でも最強と言われることです。他の部族との最大の違いは、やはり前職に存在して用途に合わせて様々な能力を持った人間がいるということです。お強力な人間が収録されるたび、開発陣は自分と同じ種族の人間を贔屓して優遇しているという冗談もあるそうですよ。というわけで、最も収録枚数が多いクリーチャータイプランキングでした。その他、人気のある主要部族の枚数もエンディングの方にまとめてみたので、そちらもよかったら見てみてください。というわけで、よろしければですね、高評価、チャンネル登録